あ、一進一退ですね。あれ、ペンがどっか行った。あー、ニーニー、あら、 The wheel of fate is turning. Rebel 1くらいなさい。一通目戻ってなしは。一通目、ああ、いい勝負になった今。第5試合目、ああ、さっきも言いましたけどね、ちょっと今日の優勝はどっちも活躍した上での結果ですね。格付けも互角でしょう。始め変わった。さあ、リビートスバーストしたな、ラムダマは。遠距離戦、重力張る、ジャンピーカウンターだな。ちょっと6回に出ながらならなかったか、立ち合いなしになってね。これは読んでいる、キャンセル、スンでしょみたいな進路、どれ返しも読んでいる。イラコどうした。いや、ゲームボルトは使ってるんで、もうポンポン攻撃止めてるバーッと読みてるのがあっぱりね。個人的には読みを外せるけど、ミスはデカすぎるイメージがあるんですけど、ヤンキャンぐらいやったらまあいいんじゃないかなと思ってね。ジュイソジュイソガード、集団だ。さあ、イラコの気配はありましたが大丈夫、結果オーライです。ラブダが一本選手、一通ポンでぶっこんでくる、もう飛ばして、おうおう、あはは、そのタイミングで血出すの？何そういうふうに、そういう返しの硬直に立ち見つかる。特にだな、この位置的に2位が当たらないという歯がゆい位置。一通過前にシックルがカウンターして、キャバリエ。割り切ってましたね、今の差が見えは。様子を見たところですごい距離差が見えましたけど、さあ、オリガジャンにし、やらしい、どうだろう、中のカード。さあ、これは 3C がクリーンとしないキャラっぽいんですけども、うまくおまかして、ここでマイスターが3勝折り返してリードしました。新 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1.まだ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 終了、パスト、目が C、C で返して、ガンダッシュ、さあ、うまくラムダかわしていくが、キャバリエ動かない、ごまかした、これは倒しきれるか、倒しきれそうだ、一方、選手したのはラムダ。Rebel 2 Action! これよく見ますね、ソロサマーの打ち出しに、ゴーガー、ラムダ、
さあ、6人に当てる、6人に回すと主人合戦は、ライチがこじ開ける。リードして、これでどうぐらい、もう投げる、さあ、ガンガン行くぞ、ライチが下がるが、なんとか逃がしたい。さあ、調子こくんじゃねえ、カラビティ。だが、ノーマルヒットよりリターンがない。センリーが当たって、1対1でファイナルラウンド。ダメよ、先に行っちゃう。レベル3、アクション。最後は元気がいいぞ。マジカウンター、これは気持ちいいだ、ちょっとね、チェイスルーバキャオディ、おーほー、目の前で4D、 これは逆にびっくりしますよね。なんだなんだですね、ノーリスク、まさかのノーリスクで。さあ、これラムダ持ってるぞ。第一、なんとか嫌な流れを切り崩したいが、サラビーカウンター、何も当てなくて、惜しい、おうまい、あー立ち秒遅れた、サラバーで割っていく、ロックディーだがここはいけない、まだまだ。さあ、チュンに対してオーディで発生を警戒しながらの投げで、あれはハッカーズチューンはあれじゃない、ガードがヒットじゃないと確か発生できない、確かね。さあ、マイスターここで3連勝、リーチをかけました。現在セットカウント 2-4、 第7試合目です。新 The Wheel of Fate is Turning Rebel 1 Action。 まだまだ、まだまだ、マジリーカウンター、チェックルキャバリエ、スペリッシュ、一枠に敵にするぞ、とりあえず連携にもなるし、カウンターからこのマジリーカウンター、さあ、来週はもう表裏だけやっていきますが、ラジャーは回避、甘いわね、投げて飛ばすわよ、パーベギーはメダントール、バスト、とりあえず前ダッシュしてそのままなるから、ミュイッチ当たるよみたいな距離を保っておきます。結構重要ですよね、カウンターで4500とぶつかったら、ちょっと浮かずに打ちたいし、できる？できたまだやる？さあ、ここはライチはしっかり決めて一本先取です。おう、はい、割り切ってますね、あのカオパン、レクシーガをくぐっていくが、ノーリスク、キャバリアは、おはさあ、そして歩く、立ち入れていく、さあ、一発飛んでしっかりダメージを取っていきます。ロケ台空だが、B 挟んでしまったがゆえに FC 当たらない、どこ行くの、どこ行くの、ジャンピーがあった、これはラブだよ、
ンと落としたままあるよという感じ。おい伊庭さレンちゃん誰が知るって。いくよ、飛ぶ。ユイソ動いていた。伊庭さレンちゃんはさすがに予想外でしたが、勝利したのはアトライチ。ブンバリは3勝目。え、あとさ、今のリバーサーレンちゃんは何ですか？なんかの漏れ？え？事故？やばい。さあ、しかしまだマイスターが1勝リードしております。3、4、第8試合目です。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. クレイヤーいつね、相手が勝てないからね。この動画が何と思わせたっていうのは、アイアンシーンはリュウイーソーのボールだぐらいしか分かんない。バンダッシュ。さあ、ジャンシーで飛び越えてきたが、ジャンピーに繋がっていないところを見て、見たかどうか分かりませんが、シャンパンで割っていく。あっ、ドンピシャだ。これは持続もあるんでといった感じなのか。家で判定切り返し。なんとバケツなしに引っかかるが問題ない。安くセンター、投げが通る。これはバースト間に合わず、間に合ってほしいでも、あの無理でしたが、一歩選手したらラブだ。あそこは逆にたまんない方が良かったですね。あそこで試合してワンチャンバーストは本物じゃないとか言ってやっちゃった挙句にバースト使ったらもうそのラウンド目も当てられない。やんかー、長いんですがそれでも届かなかった。立ち入れたいく怪しいぞ。あー、ロクシー立ちに、ロクシー指導行きたい。さあ、これはちょっとアトライチ流れが悪くて、場面外から来る 4T がヒット。はい、お疲れ様。というわけで、GWB1 組目アトライチ対マイスターラムダは3号でマイスターラムダの勝利となりました。お疲れ様です。